はい、皆さんこんにちは、エギエです。今回も動画を見ていただき誠にありがとうございます。今回ですね、話題にするのは約40年前はみんな映画泥棒だった、そのことを話題にしたいと思います。今でこそね、ずんだんだんだんずんだんだんだんって映画の始まる前にね、映画泥棒の警告が入りますけど、実はね、約もう40年以上前だったらね、それって結構当たり前のようにみんなやってたことなんですよ。特にみんながやってたと言われるのはブルース・リーの映画録音するっていうことですかね。これ多分ね、当時のね、中学生高校生ほとんどやってたんじゃないかな。やってませんでした？その音源がね、未だに残っていて、日本の復刻版を作るときに役に立ったりしたんですけど、こんな感じでね、みんな録音してたんです。さらにね、録音だけでなくて画面を写真で撮る、意識のある人はね、ちゃんとスローシャッターで固定して写真撮ってたりしてましたけど、まあ、私なんかの場合はね、フィルムの増感現像っていう感度を上げてね、撮ってました。で、撮影するのもね、やっぱりね、30分の1秒ぐらいのシャッタースピードで撮っていましたから、結構フィルムブレが起きたりするんですよね。中にはね、ほんと強者がおりまして、と言っても私もやっていたことなんですけど、映画館で8ミリカメラを回すというやばい人たちもいました。実はね、私もね、やったんですけど、皆さんが思われているように決してね、裕福で8ミリを持っていたわけではなく、本当に趣味で映像を残したい、何らかの映像を撮りたいっていうんで、その願望がすごく強くて、当時のお年玉を全部つぎ込んで8ミリカメラや映写機を買ったのが私の趣味でした。だからね、決してね、皆さんがよく言われているようにね、お金持ちだからっていうわけじゃないんですよ。全然お金持ちじゃないから、本当にフィルム代なんかもね、当時うちが共働きで弁当を作らない家庭だったんで、日々昼食のパン代としてお金をもらってたのを、パンを食べずに貯めて、そのお金で8ミリフィルム、そして8ミリの現像を出していました。そんな状態なんで、決して裕福ではなかったんです。そんな時にやはりブルース・リーの映像が残したい、8ミリのフィルム代も高いんですよ。8ミリのフィルム代が1本白黒で600円か700円だったと思うんですよ。カラーが1000円するかしないかだったと思うんですけど、で、白黒フィルムで映画館に8ミリカメラを持っていき、もう決死の思いで撮るわけですよ。ただね、その8ミリカメラっていうのがね、一番安い8ミリカメラを使っているので、当時の高級機と安いやつの違いっていうのは、まず一番に違うところっていうのが、駆動音、カメラの撮影音が静かかうるさいか、そこにまずかかってくるんですけど、私の1万円ちょっとするようなカメラだったら、ほんとうるさいんですよ。ボディがプラスチックでガーっていう音がするんですよ、撮影するときに。で、そのガーっていう音が映画館中に鳴り響くんです。録音するのはね、ほとんど音がないから簡単にできるんですけど、8ミリカメラを回すとね、特に私の安いカメラだったら、ブワーっていう音とともに撮影されるんですよ。で、撮影したら前の兄ちゃんにうるせえって言われて、もううわーって思いながら、それでも回してうるさいなーって2度も言われてしまい、もうビビってしまい、撮影をやめます。当時中学生ですからね。で、また始めて回す。その映像がこちら、残っていたものがこれなんですけど、もうこれだけ撮るのがもうね、自分の中では精一杯でした。本当はね、フィルム1本丸々撮りたいつもりがあったんですけど、前に座っていた高校生かおっさんかわからない兄ちゃんに怒鳴られて、ちょっとシュンとしてやめてしまいました。確かにうるさかったんだよね。まあ本当短いですね。
何としてでもブルース・リーの姿を家に残したいという思いで撮ったのがこの映像です。皆さんもねやっぱりねやってたんですよ。当時はね海賊版を作るとかそういうことは全く考えず、とにかくその映像を家に持って帰って自分で見たい、その思いだったと思います。私以外にもねだから予告編なんかで撮られている方がいらっしゃるんで、多分全国的にもやってる人は結構いたと思うんですが、こんな感じで他の人たちが撮った映像も見ることがありましたが、やはり8ミリでシネスコの隅々まで映っているのがないから、本当言えばね一番後ろの席で全体を撮ればいいんでしょうけど、僕みたいにねやっぱり前の方行って撮ってしまうとね歪んでしまいますし、全画面が入らないですからね。当時の8ミリカメラっていうのもそんなに広角系が強いわけじゃないんで、やっぱり望遠鏡になってしまうんで隅々まで映らなかったんだと思います。こうした当時の映画泥棒がたくさんいた時代、今では考えられませんけどそれが許された時代、決してそれを販売しようとかそういうんではなく、とにかく自分たちが家で見たい、その思いだけで撮っていたのが当時の私たちの映画泥棒でした。その時の感動をまた後で見たいっていうその思いだけだったんですけどね。皆さんはどうだったでしょうか。テレコを持ってって録音しましたか。私はブルース・リー全シリーズやりましたし、史上最強の空手とか録音もしていました。さらにですね、映画ドカベンなんかでねカメラを持ち込んでね画面をいっぱい撮ってました。まあねカメラで撮るのはね別にねストロボで焚くわけでもないですしね、パシャって言うけどね、そんな思い出を今回は語っていました。約40年前映画泥棒はたくさん劇場に出没しておりました。そういうお話でした。ではまた次回別の話題でお会いしましょう。動画見ていただき誠にありがとうございました。チャンネル登録もしてくださいね。ではまた。